様こんばんは。本日も絶好調。本日私広瀬すず、モーツァルト、簡単なメニューとお届けいたします。モーツァルトはケッペルパンコ、ワグナーに多彩なヘンデル、作品番号というのがついております。かわいいワンちゃんや犬、牛にもちゃんと鑑識番号というのがついております。誰でもかわいいね。そうそう、その調子よ。大丈夫よ。あら、とっても綺麗な手してるわね。褒められると嬉しくなります。メヌエット毎日を送っております。励まして勇気づけて、あら、とっても上手になってきたわ。ちゃんとペダルの踏み方もいろいろありますが、小さなお子様は補助ペダルを使って正しい姿勢で弾いてみてください。練習曲が難しいときはどんどんメロディーを歌いながら弾くことで、絶対音感、聞く能力も6歳くらいまでには身についていきます。何でもやってみる子供チャレンジでございます。間違いやミスは誰でもあるのです。先生も自分の好きなことをやってて、あら、うれしいわ。あ、楽しいわ。あずいてるわ。明日はもっと頑張ろうと思っております。自分で何かやってみようかな。そうそう。自分で何かをやってみる。本来は自分でちゃんと本をお片付けして、自分でちゃんと片付けて帰りましょうね。それではね。